皆さんこんばんは、毎週水曜9時から、放送しておりますレジェンド東京クロニクルオンライン番組、クロニクルチャンネルのお時間になりました。司会は私、大会事務局の安江がお送りいたします。はい、ということで早速、本日のゲストをご紹介させていただきます。レジェンド東京クロニクル、今回審査員をしていただいております、株式会社ホリプロデジタルエンターテインメント代表取締役社長、鈴木周さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、鈴木さんのですねプロフィールはホームページの方にも大会サイトの方にも載っておりますし、少し前に YouTube の方でですねインタビュー動画の方も、配信をしておりますので、ぜひそちら皆さん、チェックしていただきたいんですけれども、もう経歴が面白いというか、今までいろんなお仕事だったりとかをされてきていると思うんですけれども、これまで、ホームページの方でご紹介させていただいている内容ですと、もう一番最初から14歳で EC 事業を起業しとあるんですけれども、今までどんなこう事業だったりとかお仕事をされてきたんでしょうか。ぜひお伺いしたいんですけれども。あ、はい、すみません、なんか全く番組に関係ない僕の話から始まってしまって恐縮なんですけども、改めて鈴木周と申します。よろしくお願いいたします。まあ経歴っていう経歴もないんですけども、中学校2年生の14歳7月7日今でも覚えてるんですけども、七夕の日にですね、まあちょっと家庭的ないろんな事情があって、まあ飯食えなくねみたいな状態になって、たまたまあったパソコンで、当時自分でプログラミングの勉強をしていたので、あと英語とかもちょっとかなり喋れたので、まああと香港を中心として、まあ、中国系の企業に、まあ、ものを仕入れて、で自分で作った EC サイトで、はい、物販をするみたいなところから始めて、企業とは思っていなくて、まあ、純粋にお金稼ぎっていうところ、はい、っていうところを中心に始めたのが、まあ、中学生のきっかけでしたね。もう最初本当に何ていうか必要に迫られてというか。そうですね。きっかけはそういうことなんですね。はい。その後なんですけれども、まあいろんなお仕事をされてきたと思うんですけれども、なんかごめんなさい、ここお伺いしていいのかわからないんですけれども、フリーの素材ですかね。みたいなものはそうですね、よく見ますね、はい、僕自身も、はい、一番恥ずかしかったのが去年も一昨年もなんですけど、新宿かどっか のヨドバシカメラさんのところに、はい、なんか夏はこれで快適みたいなコーナーに、はい、僕等身大の僕の写真があって僕がこう、ね、なんか汗を拭いている写真があって、そこの隣にたまたま僕が電話したんですよ、はいはいはい、結構なんか若い子たちが僕の方見て笑っててえみたいになってて、店員さんもめちゃくちゃ見てるんですよ。はいはいはい、それからは結構使われてるんだなって思うようになって、今でもっていうことなんですよね。今でもですね。で、ちょっと今忙しかったんですけど、またちょ、はい、近々で新しい素材を撮りたいっていう依頼をいただいているので、またちょっと面白いのが久しぶりに撮れるのかなとは、はい、依頼が来ているので。なるほど、いろんなところで鈴木さん、そうですね、お姿を拝見できるという、はい、ました。ぜひ詳しいお話もですね、インタビューの方でもいろいろ伺ってますので、ぜひ皆さんそちらもチェックしていただきたいと思います。はい、では、ですね、本編の方に、お話を、移らせていただきたいと思うんですけれども、今回このレジェンド東京クロニクルダンスの映像を、まあ、オンラインで、審査していくというですね、今までなかった大会になるんですけれども、ここまで、A ブロック、B ブロックも、途中まで進んでおりますけれども、審査をしていただきまして、こう大会に対する印象だったりとか、可能性というものをどういうふうに感じられておりますでしょうか。はい、ちょっと今音が、ごめんなさい。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、聞こえました。すいません。なんかこういう場所なんでね、すべてがすべていいことを言うっていうのが多分一般的な人と思うんですけども、やはりこう皆さん
すごい一生懸命やれてると思うんで、いいことも厳しいこともしっかり伝えた方がいいかなと思うんで、2点ありまして、でいい印象からすると、本当にやはりこうダンスとして作品がまとまっていて、まあ、コンテンツとしてしっかりこう、まあ、当たり前ですけどもプロフェッショナルとして一つ一つ作られているなというところがありました。で逆にちょっと気になった点で言うと、はい、これって誰に届けたいんだっけっていうターゲット、まあ、マーケティング視点っていうところがちょっと抜けているのかなっていう作品も多々あって、はい、これって一体誰に向けてるんだっけっていう視点、そこがちょっとないような、イメージも多々ありました。なのでいいところで言うとコンテンツがしっかり作られていて、本当に一つの作品としてあります。で悪いところで言うと、マーケティング視点っていうところがあまりなかった方もいらっしゃったなっていう、そんな印象を受けました。誰に向かって作っているのか、誰に見てほしいのかっていうところですかね。そうですね、すごく逆にいいところで言うと、本当にコロナのこのご時世だからこそっていうテーマで、コロナで少し落ち込んでる人とか、自分のこの人生暗くなっちゃうよっていう人に対して、もっとこう明るくしていこうよっていうのがテーマに沿ってコンテンツになっている作品もあって、それ逆にすごく素敵だなと思うので、すごくこう感銘を受けたんですけども、うん、これって誰に対して見せたいんだっけっていうのが、ちょっと不明確なものもあったりしたので、そこの差っていうのはすごく感じるような、今のこの現段階では感想ですね。はい、なるほど。まあ、そういった視点でも見ていただいている中でですね、はい、気になった作品だったりとか気に入ったクリエイターみたいなものはいたりしますか？そうですね、まあ、ちょっとバイネームをパコンで出してしまうとあれだと思うんですけど、うっすらちょっとこう分かっていただきたいのが、僕一番こう見てて楽しいなと思ったのが、2つぐらいあるのかな。1つ目が、全くこう別々だった人たち、本当に一般のこう生活をしている人たち、サラリーマンとか主婦の方々が、で全く本当に私生活をしているんですけど、急にダンスを踊って、みんながこう一緒になってダンスを踊っていくっていうストーリー性のあるものがあったんですけど、うん、あれってやはりこうコロナでリモートとか、まあ、ちょっとこう日々がこう退屈だったりとかする人たちが、やっぱりこうパッとみんなで会ってダンスをしてこう明るくなっていくっていうようなストーリーになっていたのがあったんですけども、あれって一つのダンス作品としてもすごく素敵ですし、見ていてこう気持ちが上がっていく、もっと他の作品も見たいなって思うような、ものでした。あと他には、なんかこう青春もの、ただの青春ものじゃなくて、はい、ちゃんとこうストーリーを作っていって、音楽に合ったそのストーリー構成と自分たちの表現できるものっていうのが、組み合わさってるものが、2つかなあって、そこについてももっと他の作品ちょっと見てみたいなってすごく思って、何回も実は見ちゃったりとかしたものもありました。なるほど。今お話をお伺いしてますと、こう見てちょっとこうポジティブな気持ちになれるというか、そういったものっていうのは結構こう、まあ、特に鈴木さんにとってこう心に響きやすいのかなっていうふうには感じたんですけども、いかがですかね？そうですね、今回私がこう審査員として任命させていただく、まあ、こういうお話いただいたときに、やはり SNS の、まあ、視点、まあ、こうバズる視点だとか、みんなに拡散されやすい視点というところで、そういう視点でこう、まあ、評価していただきたいという話をいただいたので、まあ、もちろんそこを重視していた中で、やっぱり動画を見ていて嫌な気分とか悲しくなったらシェアってしないと思っていて、うん、共感っていうのがシェアにつながって、バズ、拡散につながっていくと私は考えているので、はい、人にこれ見て、元気になるから見てっていうような、なぜそれを共感させたいのかっていうところまで抑え込んでるコンテンツっていうのは私は評価しやすいのかなと思いました。そのダンス動画っていうと、こう、もうものすごいスキルだったりだとか派手なパフォーマンスみたいなのをイメージされる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、そうじゃなくてこう共感しやすいものだったりとか、はい、そういったものっていうのも、まあ、バズるためには必要。そうですね、ですね、はい、なるほど。だからこそ今回僕はいろいろたくさんこう拝見させていただいて選ばせていただいているものもあるんですけども、もちろん見ていてすごいスキルだなとか、すっごい作品だ、どのぐらい練習したんだろうと思うのもあったんですけど、もちろんそこに対してはしっかり審査もさせていただいたんですけども、それに加えてちょっとまあ多分期間が足りなくてスキルがっていう方に対してもストーリー性とか共感軸っていうところもしっかり入れながら今回は審査させていただいたような印象になっています。ありがとうございます。鈴木さんは、現在ホリプロデジタルエンターテインメントという会社で、はい、やられていると思うんですけれども、
まあ、このデジタルエンターテインメントの業界の中でスターを出していくという、はい、お立場であると思うんですけれども、この企画からこうどういった才能がこう出る可能性というかがあると思われますか？実はこう僕、結構気になっている方は実もいまして、はいはい、これ自分で企画から全部やってるんだなって考えると、そのクリエイティブ